What? 名詞 ?Does? それでは今からこの上に書いてある文章について一緒に勉強していこうね。まずは例文を一緒に見てみようね。まず一つ目。あなたはどんな色が好きですか私は青と白が好きです。What color do you like? I like blue and white.What color do you like? I like blue and white.

何のほにゃららをしますか何をほにゃららしますかって聞くことができるんだけど上の文を見てみると What? Color が来ていることによって何色何色が好きですか文全体で何色が好きですかって尋ねることができてるよねこっちの文も見てみると What sport sport っていう名詞が来ていることによって この文全体でどんなスポーツを日曜日にしていますかという意味になります。この文章の場合、Watt h は形容詞のように次の次に来る名詞を就職しているものとして扱われているんだよ。こっちの文を見てくれるあなたの家族はどの国に住んでいますか これを聞いてみよう。What country does your family live in? Family live in? この what っていう単語が country を就職しているっていう風に扱われているんだよ。それではもう一度復習しておこうね。この文章の形としては what プラス名詞。 これで、何のほにゃららをしますか何をほにゃららしますかと尋ねることができます。また、このワットは,はこの名詞を就職するものとして扱われているということに注意してね。